まだ2週間しか学園棟にいないくせに善人みたいなこと言うな。育ちのいいお坊ちゃんだからな。ママが許してくれなかったんだよこいつ。いた。うわ、もう1回戦？まだ10分しか撮影できないのよ。じゃあ1回戦やろうか。任せろ。1回戦は多分ね、クイズが2回戦やからハムスター捕まえるやつかな。皆様おはようございます。本日より理事長主催によるベルリバティスクール MVP 戦が開催されます。ちょ、1回みんな拍手して。ごめん、耐えられんわ。はい、参加される方は速やかに行動までお集まりください。繰り返します。行こう行こう。さすがに多いや。というかほとんどみんな参加してるんじゃないかな。マジで。ケータ、おはよう。カズキ、今日は2人で頑張ろうぜ。もちろんだ。ケータがこの学園にいられるかどうかがかかってるんだからな。くじけるなよケータ。ああ、みんな遅刻しないでちゃんと集まったから。いない人手を挙げて。今回も謙虚な理事長に代わってこの僕がみんなに MVP 戦のことを説明してあげちゃうからね。いない人手を挙げてって滑ったな今。何が謙虚だ。山さんおるんや。今日開催される第1回戦は体力審査です。そのタイトルは中中月中やろ。中中月中。すごい覚えたの。すごくない。自分中中月中。1個目はタイトル通り。この学園の中に中中さんをたくさん話します。みんなはそれを捕まえるんだよ。ネズミの群れか。あまりゾッとしないな。あれ、チューチューさんが怖い人がいるのかな。でも心配なんかしなくてもいいよ。ハムスターやろ。誰も怖いとは言っていない。みんなに捕まえてもらうのはね、チューチューさんといってもとってもラブリーなハムスターちゃんなんだからね。チューチューさんはみんな首に点数プレートをつけてるから、みんなはそれを集めるんだよ。詳しい説明はまた後で。こんなところでお話ししてる間にどんどんチューチューさんたち逃げちゃうからね。2回戦に進めるのは捕まえた合計点が高かった上位10チームのみだから、2人でちゃんと協力して頑張ってね。それじゃあ早速始めちゃおっかな。みんな位置についてよーい、スタート。え、いたか。ダメだ、見つかんねえ。みんな苦戦してるみたいだな。そうだろうな。ここってハムスターが隠れる分にはかなり広いから。ハムスターか。どこに隠れているんだろう。そんな顔するなよ。俺がついてるだろ。カズキ、この学園のことなら隅から隅まで知ってるって。ここは俺に任せろ。おう。うん、俺たち二人で力を合わせてお前の退学勧告を取り消しにしてもらうんじゃなかったのか。ケータ、しっかりしろよ。分かってるって。それじゃあ行くぞケータ。うん、カズキ、俺頑張るよ。やっほー。よく来たね。わ、この画面。ルールの説明聞きたい。バカやろ、別にいいよ。自信たっぷりなんだ。何回やったと思ってんね。でもセーブはした方がいいと思うよ。いらないよ。それじゃあ、ゲッチュー始めるよ。これで負けたらおもろいよな。それじゃあ作戦、どうする。いや、ここはな、一緒に頑張るかな。カズキ、手分けして捕まえようぜ。了解。普通な俺たちには妥当な作戦だな。そうかもな。とりあえず、目の前のだけでもきっちり捕まえようぜ。じゃあ、どっちがたくさん捕まえられるか競争だな。うん、勝負だ、カズキ。仲間内で勝負してどうする。うわ、かわいい。これのキーホルダーみたいなのあるような。あれ、どうやるんだっけこれ。あ、こうか。あっぶね。え、なにこれ。片方しか捕まえられんのこれ。同時に出たときさ、片方しか捕まえられんかも。あれ、もう全然覚えてないな。なんかね、学園ヘブン2のさ、記憶と混在してる部分がある。何してんねん、カズキ。
早い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 、ね、あー長い長い長い、いいよいいよいいよ、はい、白い方がポイント高いや、ね、あっち、ねね、よし勝ったやろ。これで負けたらなあ、はあ、なんとか捕まえられたな。これなら大丈夫だろ。そうだな、お前のおかげだよ。俺たちのコンビネーションの賜物だな。じゃあ行動に戻ろう。お待たせ。それじゃあ結果発表だよ、うん、さーて君たちはおめでとう伊藤遠藤ペア1回戦合格。やったやったぜカズキ、これで1回戦クリアだ。やったなケータ、この調子で勝っていけば MVP 戦の優勝も見えてくるぞ。うん、俺頑張るよ。アンダーサーオン。ケータ1回戦勝ち抜きおめでとう。何言ってるんだよ、カズキのおかげだろ。俺は何もしてないよ、ケータが頑張ったからさ。そんな、ありがとうカズキ。それでケータ2回戦は誰とペアを組むんだ。変えられるんか。1回戦と同じ人と組むのが俺は妥当だと思うけどな。なんかこれ言ったらなんか怒られたりする時あるやんな。2回戦かじゃあ見てみる、1回だけ見てみようか、時間あるし。普通にまあカズキ選ぶけど、みんな誰選ぶ。ちょ1回ここでさ、でも中島さんの好感度って結構高いはずやん。あれ音楽止まった。他の人と組もうと思うの。そんなことある？他のやつ？あ、ごめん。うん。ごめん、カズキ。いや、俺は別にいいんだけど。うん。どういう心理って怖くなるよな。それでお前誰と組むんだよ。岩井さんと篠宮さんがまず選べんくなってるのはどうして。なら決まってん中島さんやろ。中島さんに頼んでみるよ。このケータ怖すぎるやろ。そうか、頑張れよ。うん、失礼します。伊藤か、どうした。やおす、中島さん一人か。まあ頼みやすくでいいか。あの、俺中島さんに頼みたいことがあってきました。中島さん、俺と一緒に MVP 戦に出てもらえないでしょうか。2回戦からか。あ、はい。なぜ俺と組もうと思った。え、わざわざ俺と組みたいと言いに来たんだ。何か理由があるのだろう。なぜだ伊藤。なぜだ伊藤。なぜって、どうしてかな。2回戦は頭脳戦だし、中島さんって頭良さそうだし。でもそんなことを言って気を悪くしないかな。あの、そんなに考え込まなくていい。別に組むこと自体は構わない。マジ。え、本当ですか。伊藤は思っていたより厳禁だな。すみません。それよりも一つ聞きたいんだ。うん。何ですか。最近身の回りで何か変わったことはなかったか。なんかすんなり言ってない。変わったことですか。いえ特にありませんけど。そうか、ならいい。でもそれは中島さんがさ、ちゃんと対策してくれてるんやろ。2回戦は頑張ろう。ええ、あの、変わったことって、なんか、え、何かあったんですか。もっと、もっとさ。いや、いやいや、え、そうだ、世の中には君のような善人ばかりがいるわけじゃない。え、それだけだ。もう帰っていいぞ。え、いやいやいや、もっと否定してよ、僕のこと。はあ、失礼します。え、ちょっと、うわ、あかん、あかんか、ちょっと、みんな、見なかったことにしよう。全然すんなりいっちゃった。こんなの夢。よし。俺、次もカズキと組みたいんだけど、いいかな。いいかな。当たり前だろ、任せろ。任せろり。サンキュー、カズキ。カズキがそう言ってくれて、ほっとしたよ。何言ってんだよ。俺がケータの頼みを断るわけないだろ。今なんか時空の歪みみたいなのあったな。カズキと言っても俺とケータが組むんだ。次は知力審査だから
ちょっと心もとない気はするバカ野郎だ、見やがって。こっちには参考書があんだよ。カズキ、そんないきなり不安になるようなこと言うなよごめんごめん。それで自信のほどは？3択だったらどうにかなるかな。120択でもいける自信あるね。3択か。まあとにかく120次も一緒に頑張ろうなうん、カズキ俺頑張るから次もよろしくな。やっぱ一番不安なのは県かな、その人の出身地。あ、お、そうそうそう、 PSP ってね、バンってディスクが2つ入ってるよね。はい。お、今みんななんかワクワクするね。ディスク2取ってきた。カチャ、怖い怖い怖い。ドーン。どうでしょう、セットしたよ。お、いけた。皆様おはようございます。おはようございます。本日はベルリバティスクール MVP 戦の第2回戦です。1回戦を突破された選手の方は速やかに行動までお集まりください。繰り返します。選手以外の人も結構見に来てるみたいだな。この学園の人ってお祭り好きなのかな。1回戦でだいぶ減ったって聞いたけど、俺が残れたのってやっぱり運かな。いよいよだな、ケータ。ああ、俺何が何でも今日の2回戦も突破してやる。そうじゃなきゃ。ポン。肩に力が入りすぎてるぞ。俺もいるんだから一人で頑張ろうとするな。カズキ、俺たち友達だろ。俺は最後までケイタの味方なんだから、俺のことももっと頼りにしてくれよ。うん、よし、カズキ頼んだからな。知力テストなんだし、お前に期待するぞ。おいおい、あんまり期待しすぎるなよ。俺とお前って同じくらいの成績じゃないのか。知らないよ、頼りにしろって言ったのはお前だろ期待してるからな、カズキ。まったく、しょうがないな。かわいい。わかりました、ケイタ様のために頑張らせていただこうじゃないですか。と、よし、俺も頑張るぞ。お待たせしました、ベルリバティスクール MVP 戦2回戦を始めるよ。それじゃあ早速2回戦のルールを説明するね。みんなが知ってる通り、今日は知力審査だよ。そして注目の試験内容は、いけベルリバティスクールクイズミニットショック。この学園の4カ所にスペシャルなステージを作ったんだ。そこで1分間のうちに出題されるクイズに答えて何ポイントゲットできたかで勝負が決まるんだよ。知識の多さと頭の回転の速さ、その両方が求められる。まさに頭脳ゲーム中の頭脳ゲーム。そんなただのクイズやん。ちなみにクイズの出題傾向は場所によって違いますエスプリあふれる君におすすめ。文学、芸術、歴史に関しての問題は図書館で、博覧狂気の強者にはこちら。科学全般に関しては生物質、健全な精神は健全な肉体に宿る。スポーツ全般に関してならテニスコートへ、生きてくためには最重要。食にまつわるエトセトラなら食堂に行こう。それじゃあまず一席を選んでね。こんなんだったっけ。オッケー、みんな用意はできたかな。おかわりやっけ。結果発表はここで盛大にやるから、クイズが終わったら絶対戻ってくること。参考書いるやつって時間までに戻ってこなかったら問題が難しくて逃げ出したってことで自動的に失格にします。そんくらい難しいんだからみんな頑張ってね。そうそう、大切なこと忘れてた、はい、この2回戦を通過できるのは最高得点を挙げた一組様だけ。一組たったそれだけ。みんな何を慌ててるんだよ。勝負の世界は厳しいんだよ。しかしそれではおかしいだろう。何がおかしいんだよ。この MVP 戦は3回戦まであるはずだ。ここで最後の一組にまで絞るのなら3回戦をする意味がない。さすが女王様、いいところをついてきたね。でも安心していいよ、ここで一組だけになったってちゃんと3回戦で戦うお相手はいるからね。ほう。そ
このお相手は今はまだ内緒だよ。それじゃあ2回戦をスタートするね。みんなちゃんと頑張るんだよ。オッケー、急ぐぞケータ。分かってるって。いらっしゃいませ。ここがステージ。お待ちしておりました。私クマちゃんの秘書です。クマちゃんの秘書を務めて3年目の若輩者ですが、どうぞお見知りおきを。あ、はあ。この会場での出題は食にまつわるエトセトラになりますが、よろしいでしょうか。はい。ではミニットショックのルールを説明いたしましょうか。さて、備えあれば憂いなしと申します。それではゲームスタートです。なんだか本格的だな。そうだな、やる気が出てきた。カズキ頑張ろうな。ああ、分からなかったら俺に任せろよ。ちょっと緊張する。マジで覚えてない、どんな感じだったか。うーわ、あれ、しかもなんか変わってない。よし、任せた。俺に任せろって。見直したか。すげえ。うわ、今日勝った。イースト菌高いよね、結構。最もカロリーが高いアボカドかな。やった、なんか変わっててめっちゃ嬉しい。日本人かな。やった、せんべいは米粉。やった、米粉。頑張るぞ。アルデンテ。しまった。今アンデンテって書いてある。頑張るぞ。ヤドカリ、ヤドカリ。やったこれ、うわ、これ頑張るぞ。醤油変わっててめっちゃ楽しい、これ。頑張るぞ。アラビアータ、真っ辛いかな。しまった。やばいよ。頑張るぞ。いいかいいか。しまった。あれ、頑張るぞ。サニーサイドアップ。サニーがサイドでアップやから、この形。しまった。やばい、死んだ死んだ死んだかもしれへん。散々だったな。ごめん、カズキ。なんか変わってたんよ、問題が。お前のせいじゃないよ。問題があって、画面が多分でも変わってなかったかな。元気出せよ。まだ負けたって決まったわけじゃないだろ。一回このまま見てみようか。うん、戻ってきたね。えらい。さーて、結果だけど。おー、残念。君たちより高得点のペアがいたみたい。そりゃいたやろな。ということは、そう、君たちは負けちゃったってこと。負けちゃった。そんな、そんな。それじゃあ俺は、せっかく理事長が俺にチャンスを与えてやろうって開催してくれた学園 MVP 戦だったのに、俺はそれに応えることができなかった。理事長もがっかりしてるだろうな。一体何がいけなかったの。お前の能力で頭だよ。お前に力がなかったから。それとも MVP 戦っていうのは説明した時、チームワークが大切だって言われたのに、カズキに答えさせず自分で答えようとし間違いを連発したからか。それなのに俺は自分一人で頑張ろうとしていた。それがいけなかったのかな。それからしばらくして俺はベルリバティスクルを去った。せっかくたくさんの人と仲良くなれて、俺もこの学園の一員としてやっていけると思ったのに、これからの日々の暮らしがどんなものになるのか、今の俺には想像でもできない。だけどあのベルリバティスクールで過ごした短いけれど毎日が科学よくように正しかった日々は、もう二度と戻ってくることはないのだろう。さようなら、みんな。さようなら、俺の楽しかった日々。プレイワンモアタイム、ワンモアチャンス。みんな参考書全然役に立たん。よし、俺に任せろって。マジなんや。よし、俺に任せろって。見直したか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 。よし、俺に任せろって。へえ。よし、俺に任せろって。クラウン。へえ。俺に任せろって。見直したか。目玉焼き。俺に任せろって。もっとごろん。うま。へえ。俺に任せろって。ごめん。バカ。間違えた。よし。俺に任せろって。バカっておめえにだけは言われたくねえよって感じやな。俺に任せろって。きなこ。見直したか。よし。俺に任せろって。
バカ。よし、俺に任せろって。あ、 1.9 なんや。よし、俺に任せろって。見直したか。でもすごいね。結構答えられたな。カズキがね。俺も驚いたよ。これもお前の運のおかげか。そうだったらいいけどな。おかえり。ちゃんと戻ってきたね。えらい。だーって結果だけど。おめでとう。わあ。君たちが一番乗りです。すごい。伊藤&遠藤ペア。見事2回戦突破。やったー。やったな、カズキ。2回戦突破だ。よかったな、ケイタ。だけどカズキって本当に学園の中をよく知ってるんだな。どこからどこまではこの道が一番近いとか、ここを抜けたら早道だとか。そりゃあな。伊達にケイタより長くここにいるわけじゃないんだぜ。長くってほんの数ヶ月だろ。第一、それだったら1年のカズキより先輩たちの方が。でもケイタより長くいるのには変わりないだろ。学内探索はしてる方だしな。時々姿を消すと思ったら学内探索なんかしていたのか。とにかくあとは最終戦だけだな。うん、あと一歩だ。頑張れよ。あ、もちろんだ。じゃあ次回こっからにしよっか。